どうもこんにちは、モノグラフの堀口です。今日も動画を見ていただいてありがとうございます。連日のね、海外旅行から帰ってきまして、久々にね、こうやって日本で動画撮れてね、めちゃめちゃ嬉しいですね。やっぱりこう、まあ外でね撮るのもいいんですけど、いつものね環境で撮るのがね、やっぱ落ち着きますね。はい、というわけで、今日はですね、まあいつも通りといっては何なんですけれども、よくね僕がお話ししているモバイルバッテリーのね話をさせてください。今回はですね、マテックさん、結構僕もねよく使ってるメーカーさんなんですけども、マテックさんから新作のモバイルバッテリー、しかも今までなかった完全ワイヤレス、全く線を使わずに運用ができるモバイルバッテリーですね、これが出てきたのでお話をさせてください。将来的にはモバイルバッテリーないしは全デバイスね、こうなっちゃうんじゃないかなっていう、ちょっと未来を先取りしたアイテムになってます。はい、こちらが今回紹介していくマテックの新作、マテックマグオンエアーの5000というねモデルになってます。これモバイルバッテリーなんですけども、本当に世界初ですね、今までになかった機能搭載しているモバイルバッテリーになってます。でまずはね、ちょっと外観のところからね軽くお話をしていくんですけど、このモバイルバッテリーね、めちゃめちゃね質感がいいです。表面に PU レザーっぽいですね、こうレザーの質感の素材がね使われていて、こう手にねこう吸い付くというか、いわゆるねこうプラスチックのこうモバイルバッテリー感が全くないねデバイスなんですよね。本当にこう革の財布とかそういうのをね持ってるような感覚で使える、ちょっと他のねモバイルバッテリーとはね違ったタイプのね、バッテリーになってます。まあこういうねちょっとレザーっぽい質感のものってないことはないんですけども、ここまでちゃんとレザーっぽいね質感をねちゃんと出してるバッテリーっていうのはねかなり珍しいんじゃないかなと思います。表面にはマテックのロゴと、このね円形のねワイヤレス充電ができますよっていうゾーニングですね、こちらがね、表示されていて、ここにね、スイッチが一つあります。このボタンをね押してあげるとインジケーターがね点滅をして、残りのねモバイルバッテリーの残量を示してくれるってものですね。でここにワイヤレス充電のポートがあるんですけれども、実はねこの裏面ですね、裏面にもマグセーフ対応の、ワイヤレス充電ですね、ができるポートが、ね、ついています。なので表と裏両面にワイヤレス充電の、ね、ポートが搭載されているというのが、ね、一つこれ特徴になります。使い方はめちゃめちゃ簡単で、こうやって iPhone とか、ワイヤレス充電を、ね、対応しているスマートフォンの後ろにねこんな感じでペタッとくっつけてあげると、もうこれでね自動で充電が始まります。これウェイクアップという、ね、機能なんですけれども、これがついているので特にねボタンとか押さずにくっつけるだけで充電がねできますよっていうものですね。はい、ではここまでは、このワイヤレス充電対応のモバイルバッテリーっていうだけではね、別に珍しい話ではないんですけれども、このねバッテリーが世界初なのはこのモバイルバッテリー、このモバイルバッテリー自体もワイヤレス充電ができるということですね。どういうことかというと、今までね、このバッテリーからデバイスに充電する際はワイヤレスでできたけれども、このモバイルバッテリー自体は有線でね USB-C とかでつながないと充電をできないっていうものがねほとんどでした。まあというかこれが世界初なので他はねできなかったんですけれども、このバッテリーはですね、こういったワイヤレス充電器ですね、他のワイヤレス充電器の上にねこうやって乗せてあげるだけ、これでこのバッテリーも充電をすることが可能なんですね。今ねちょっと見てもらえると分かると思うんですけれども、こんな感じで今ね、このモバイルバッテリーをこのワイヤレス充電器経由でこんな感じでね、充電をしております。なので、このねモバイルバッテリーは完全ケーブルレスですね。この本体に線をね一切つなぐことなく、こうやってワイヤレスで、充電をして、でこちらのね他のデバイスにも充電ができるっていう、ちょっとね変わった珍しいタイプのモバイルバッテリーになってます。でさらにねこれ気が利いてるのが、今ねこれワイヤレスで充電をしてるんですけれども、それと同時にですね、この先につけた iPhone ですね、こんな感じでつなげてあげると、こちらも、充電をねすることができます。なので、ダブル充電ですね、まあ、パススルー充電っていうんですけれども、今こんな感じで、このねバッテリーも充電をしながら、こちらの iPhone も同時にね今充電をしているっ
ていう、ね、状況になります。今までは例えば iPhone ねワイヤレス充電しときながらバッテリーもね充電をしたいなっていう時は別でねこちらの方に USB-C をね挿す必要があって、なので、まあ、ケーブルがねもう1本必要だったんですけども、まあ、これだったら iPhone にこんな感じでパチッとくっつけて、でそのままねこんな感じでこのワイヤレス充電器の上に置いておけばこの iPhone もバッテリーもね一緒に両方ともね充電をしてくれるっていうところがねこれのねいいところになりますね。まあ、やっぱりね、まあ、配線できるだけ少なくしたいとか、まあ、デスクの上はねワイヤレス充電だけで済ませたいっていう方も結構いると思うんですけれども、まあ、そういった方にはねこれすごく相性がいいんじゃないかなと思います。追加でねケーブルを出すことなくとりあえずねパチッとくっつけて置いておけばこれでねもう充電ができるっていうちょっとね未来的なモバイルバッテリーですね。このバッテリー両面にワイヤレス充電ポートがついているので結構ねいろんな使い方ができて、まあ、例えばこの iPhone ですねこんな感じで充電をしながらなんですけれどもこの上にもう一つワイヤレス充電ポートがあるのでこの上にですねこうやってイヤホン乗せてあげればこちらもですねワイヤレス充電可能なんですね。今このね、バッテリーの上と下両方向でね充電をしてるんですけども、こういったね使い方ができますし、まあ、さらにはね、まあ、こちらね、まあ、線使っちゃうんですけどあの USB-C のねポートこんな感じでカチッとつないであげればこの iPhone もね、充電しつつこのねモバイルバッテリーも充電しつつ、さらにはねこんな感じで今3台同時のね、充電がね実現しています。 iPhone、モバイルバッテリー、イヤホンですね。ポートが2つあるがゆえにですねこういった使い方もできちゃうっていうかなりねこれは面白いねバッテリーだと思います。バッテリーの容量は 5000mAh になっていてパワーは iPhone ね充電するときは最大 7.5W で他の Android ですね、こういったものを充電するときは最大で 15W までね出力ね対応しております。でこれ有線でもね充電することがもちろんできて有線だと、最大 20W を、ね、充電ですね。まあ、なので速度を、ね、重視するときは、まあ、有線で使って、そうじゃなくて手軽さを重視する場合はこちらの、ね、ポートを使ってっていう、ね使い分けになります。で最後にですねいつもお話ししている気になるポイントですね。実際使ってみてここがこうだったらなっていうことで、ね、お話ししていくんですけども、まあ、一つはね、まあ、多分まあ皆さんも、ね、おっしゃる方多いと思うんですけどもあの G2 ですね。最近だとこのワイヤレス充電の企画が新しいの出まして G2ってものが出てきたんですけども、まあ、それにはね対応してません。 G2 対応してると iPhone でもね 15W 給電ができるようになるんですけども、まあ、そこはねちょっとお預けっていう感じですね。まあ、こればっかりはねちょっと新しい企画なので G2 が最近出てきたばっかりなので、まあ、仕方がないかなと思いつつ、まあ、対応してくれたらね非常に嬉しいなと思いました。で、まあ、あとはね 5000mAh もちろんこれねサイズ感ねちっちゃいので、まあ、このサイズ感も魅力的なんですけれども 5000mAh だと、まあ、ちょっとね、まあ、やっぱりこう2台とかこういうねイヤホンと iPhone とか両方充電するとちょっとね少ないなって思うこともあるので、まあ、将来的にね、まあ、1万ミリモデルとかもあると使い分けがねできていいのかなと思いました。あとはね、まあ、発熱のところで、まあ、そんなにねめちゃめちゃ熱くなるわけじゃないんですけども、まあ、この iPhone ねこうやって充電した状態で、まあ、ポケットとか入れておくと、まあ、結構ねそれなりに、まあ、あの入れてられないほどじゃないんですけどもちょっとね熱いなと感じるぐらいにはね発熱するので、まあ、そこのところ特にね夏場とかはちょっとね注意してね使った方がいいかもしれないです。まあ、でもそんな感じで、まあ、かなりねやっぱりマテックさんビルドクオリティ高いというか物としてのね質感もいいですしこの繋いだ時のレスポンスとかこのマグネットの強さとかね非常にいい感じなので基本的にはかなりねいいものづくりやっぱしてるなと思いました。はい、というわけで今回はこちらマテックさんの新作ですね、マグオンエアー5000というね、完全ワイヤレスで全くこの線を使わずに充電ができるねモバイルバッテリーを話をさせていただきました。まあ、冒頭でも言いましたけど、まあ、将来的にはね全部こうなるんじゃないかなと思ってます。まあ、有線じゃなくてね、ワイヤレスっていうのがまあ基本になって iPhone もね Android も基本的にはこう置くだけの充電っていうのが主流にねやっぱなるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、そのね先駆けとしてね、まあ、こういうモバイルバッテリーが出てきたっていうのはめちゃめちゃね面白いですし、まあ、実際ね使い方としてもかなり便利なのでこれはね非常にありだなと思いました。まあ、こういうねバッテリーメーカーさんねいろいろ出てきてますけどあのアンカーさんを筆頭に、まあ、CIO さんとかねありますけど、まあ、結構ねこのマテックさんはまたね別のねブランド感を出していて非常に僕はねやっぱ好きなんですよね。
アンカーさんは、まあ、ちょっと、まあ、最近値段高いけど、まあ、やっぱ安心安全みたいな、ね、ところを結構売ってるような気がしていて、で対して、まあ、CIO はね、こう再輸出とか再小とかね結構挑戦的な、ね、試みをしてるんだけど、まあ、その分ね、まあ、若干こうアラもあるというか、あの品質とか高級感っていうところだと、まあ、ちょっとねもう一歩欲しいかなっていうところがあったりするんですけれども、マテックさんはね、まあ、その間というか品質もしっかりしてるんだけど、ちゃんとねこういうね面白い製品とか挑戦的なこともするっていうですね、なんだろう、他の家具家電メーカーでいうとバリミューダさんみたいなね、そういったね、ところをね感じるメーカーさんなので、ちょっとねこれからもね新製品気になりますし、応援していきたいなと思っております。はい、まあ、今日はねこんな感じですかね。こちら製品の、ね、詳しい情報は、概要欄にリンク貼っておきますので、気になった方はそちらの方見てみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。モノグラフの星でした。バイバーイ。